サーマーン朝、サーマーン朝、サーマーン朝、サーマーニヤーン、873年から999年は、中央アジア西南部のマーワラアンナフルと、イラン東部のホラーサーンを支配した、イラン系のイスラム王朝。首都はブハラ。中央アジア最古のイスラム王朝の一つに、数えられる。ブハラ、サマルカンド、フェルガナ、チャーチュ。 タシケントといったウズベキスタンに含まれる都市のほか、トルクメニスタンの北東部と南西部、アフガニスタン北部、イラン東部のホラーサーン地方を支配した。サーマン家の君主は、アッパース朝の権威のもとでの地方大衆の核である、アミールの称号を名乗り、アッパース朝のカリフの総資権のもとで支配を行ったが、イスラーム世界において、独立王朝が自立の証しとする事業を行い、 アッバース町の東部辺境で勢力を振るった。サーマーン町の時代に、東西トルキスタン、およびこれらの地に居住する、トルコ系遊牧民のイスラーム家が侵攻した。英種イスマーイール・サーマーニーは、ウズベキスタンとタジキスタンで民族の英雄として高い評価が与えられ、タジキスタンの通貨単位であるソモには、サーマーニーに由来している。 このイスマー・イールが事実上の王朝の創始者とみなされている。サーマン朝を開いたサーマン家は、マーワラ・アンナフルのイラン系土着領主、ディフカーンの一族で、加盟は8世紀前半にイスラームに改修したサーマン・フダーの名に由来する。サーマン・フダーは、サーサン朝時代の貴族の末裔であると考えられており、また、ゾロアスター教の神官の家系の出身とも言われ、 ウマイヤ朝のホラーサーン総督、アサドイブン・アブドゥル・タによって、イスラームに改修したと伝えられている。サーマーンの息子アサドは、ホラーサーンから拒兵して、アッパース朝のカリフイを奪取したマームーンに組みし、マームーンを講演したターヒル朝の始祖で、ホラーサーン総督ターヒルイブンサインによって、マーワラ・アンナフルの支配を委任されるようになった。年頃、マームーンは、 アサドの四人の息子たちであるヌーフ、アフマド、ヤフヤー、イルヤースのそれぞれに、サマルカンド、フェルガナ、チャーチュ、ヘラートの各地域の支配権を正式に委任した。827年には、アッパース長統治下のアレクサンドリア総督に、サーマーンの人間が選ばれた。ターヒルアサの創始者であるターヒルイブンフサイン、ターヒル一世が、アッパース長のホラーサーン総督に任命された後、 サーマーン家は、ターヒル一世の地位を承認し、ターヒル朝では副総督の地位を獲得する。ヌーフが子を儲けずに没死した後、ターヒル一世は、ヌーフが有していた支配権をアフマドとヤフヤーに分割し、アフマドの子孫が、サーマーン家の本家筋となった。アフマドには七人の子がおり、長子のナスルブ分アフマド、ナスル一世が、アフマドの後を継いだ。 こうしたイスラーム勢力の構想の下で、サーマーン家は、次第に勢力を高め、ターヒル朝が滅亡した873年を契機に、ナスル一世が自立する。875年に、アッパース朝第15代カリフムータミドから、マーワラアンナフル全域の支配権を与えられて、サーマーン朝を開いた。ナスル一世は八世紀末に建国された、サッファールアサに対抗するため、 ホラズム地方に勢力を広げ、サーマーン朝の基盤を築いた。ナスル一世はサマルカンドを本拠に定め、八百七十四年末に弟イスマー・イール・サーマーニーを混乱状態に陥っていたブハラに総督として派遣した。イスマー・イールはブハラの内乱を収め、この地を拠点としてホラーサーンの征服を進めた。 ナスルは、ブハラのイスマーイールに対して再疑心を抱くようになり、885年に、側近の進言を受けて、イスマーイール討伐の軍を起こした。ホラサーン総督ラフィの仲裁によってナスルと、イスマーイールの間に和平が成立し、イスマーイールは朝税官として、ブハラに泊まった。翌八十六年に、イスマーイールの反乱を疑ったナスルは、ブハラ遠征の準備を進めるが、 888年末に、イスマー・イールは、ナスルの軍を破り、彼を捕虜とした。イスマー・イールは勝者であるにもかかわらずナスルを許し、心を打たれたナスルはイスマー・イールを後継者に指名した。ナスルは、ヒジュラ歴279年、892年から893年に没するまでサマルカンドで主として君臨し、イスマー・イールは、ブハラに駐屯していた。 ナスルの死後、イスマー・イールは首都サマルカンドからブハラに移し、カリフ・ムータディドからアミールの地位の継承を認められる。893年、イスマー・イールは北方の草原に起こった、トュルク経由牧民の国家カラハンアサの支配下にあったタラスを征服し、多数の戦利品を獲得する。この時、イスマー・イールが捕虜とした人物の中にはカラハンアサの火が含まれ、 町のキリスト教教会がモスクに改築されたと伝えられている。イライサーマーン長はイスラーム世界東部の防壁としてイスラームに帰していない遊牧民の侵攻を抑え各地から異教徒との戦闘を指名とする信仰の戦士ガーズイが集まった。他方、ブハラの南方ではサッファールアサが勢力を拡大しており、ムルタディドはサーマーン長と サッファーアルアサが互いに争って、勢力を弱めるように構想を先導していた。900年にイスマー・イールは、バルフの戦いで、サッファーアルアサの君主アムルイブンアルイコールライスに、勝利し、王朝は、最盛期を迎える。イスマー・イールは、捕虜としたアムルを、バグダードのムータディドの元に送り、アムルは、バグダードで遊兵された後に処刑される。ムータディドは、 サッファールアサの拡大を抑止できる勢力の確率を持ちでおり、サッファールアサを破った後に、サーマーン朝はカリフからマーワラアンナフルと、ホラーサーンの支配を認められる。サーマーン朝は表面上はアッパース朝に従属の意思を示していたが、実際は独立国家としてイラン、中央アジアを統治していた。946年に、 ブワイフ朝がバグダードに入場するまでの間、慣例として、サーマン朝の歴代君主ワカリフへの功能と、引き換えにアミールの地位の承認を受けていた。王朝は、ニーシャープールに配置した総督を介して、南東のホラーサン地方を支配した。北東部では、マーワラアンナフルの東主原のスイル川を境に、トュルク系の遊牧民からの防備に努める一方、国境で、 中力系遊牧民の指定を軍人奴隷、グラームとして購入していた。サーマーン長が遊牧民に対して実施した、聖戦、ジハード、草原地帯でのサーマーン長王族、商人、学者、スーフィーの活動は、中力系遊牧民のイスラームへの改修を促した。王朝の最盛期は、イスマー・イールから彼の孫の時代まで続いた。ナスル二世の在位中に、 王権は弱体化し、西側の領土を、部外府町に割用した。910年頃に、エジプトのシーア派国家ファーティマ町は、コラーサン山地方に、大移、戦協委を派遣し、シーア派の勢力は、ブハラの宮廷にも進出する。交換、ナスル二世の側近、ナスル二世自身がシーア派に改収するに及んで、ウラマー、進学者やトルコ系の将校はシーア派の排撃を、行い、 王子は父ナスル二世を監禁した。ナスル二世の没後に王朝の衰退が進み、ヌーフ一世の即位後に地主やクラームの権力闘争が激化する。また、スイル川中流域はサーマン朝の影響下に置かれていたが、上流域と下流域は依然として、旧力経由牧民の支配下に置かれていた。後世では、クラーム出身のこの絵隊長アルプテ議員が、 宮廷第一の実力者として、牽制を誇っていた。文人最相として、有名なが、アルプテギーンの推挙によって最相に起用される。961年、962年に、アブドアルイコールマリク一世は、アルプテギーンを中央から遠ざけるために、ホラーサーン総督に任命。同年に、マリク一世は没する。マリク一世の弟がアミールに即位するが、 アルプテギインはマンスール一世の即位に反対した。アルプテギインはバルフを経て南部のアフガニスタン方面に移動しガズナで自立してガズナーサを開いた。マンスール一世はガズナに討伐隊を送るがアルプテギインを破ることはできなかった。ガズナーサは名目上はサーマン町に侵入していたが事実上独立しておりホラーサン地方の領主も 半独立した状態にあった。一方、北方のカラハンアサは、南下を開始し、九百八十年にスイルカワ岸のサイラムがカラハンアサの手に落ちた。ホラーサーンソ督トクアブルアリー・シムジェルト・ヘラート知事、ファーイクはカラハンアサと、打ちし、九十二年にサマルカンドとブハラが、カラハンアサの手に落ちた。カラハンアサの君主アルイコールハさんは、ブハラに入場するが、 急病にかかり撤退した。ブハラに帰還したアミールは、ガズナーサのサブクティ議員に援助を求めた。サブクティ議員とその子マフムードは、ヘラート、ニーシャープール、トゥースの反乱を鎮圧し、ファイクはカラハンアサに亡命した。しかし、ヌーフ2世とサブクティ議員の間に不和が生まれ、サブクティ議員はカラハンアサと講和を締結し、ファイクをサマルカンドの総督に任命した。 997年が新たなアミールとなる。マーワラアンナフルはカラハンアサに侵食され、ホラサーンはガズナアサの君主となったマフムードに占領された。999年にマンスール二世は進化のベクトゥズンに暗殺され、幼少のが即位する。カラハンアサのイリク藩はマリク二世の保護を名目にサーマン朝の領土に進軍し、999年に ブハラは陥落する。政府は民衆の抵抗運動に期待したが、イスラーム化したカラハンアサの侵攻に対して、頑強な抗戦は行われなかった。捕らえられたマリック二世は、獄中で没しサーマン朝はカラハンアサとカズナーサに攻撃される形で滅亡した。サーマン朝の王族は、イリクハンから逃れ、マリック二世の死後も抗戦を続けた。 イスマー・イールは、奥津の支援を受けてカラハン・アサに勝利を収め、カズナーサに占領されていた、ニーシャープールの会に成功する。1005年、イスマー・イールは遊牧民によって殺害される。1007年には、サーマーン朝の残党が、アムガワ南方で再興を図ったが、カズナーサによって駆逐された。サーマーン朝は、サーサーン朝やアッパース朝の司法、行政を見本とし、 よく整備された官僚制度と徴税システムを備えていた。また、サーマン朝の君主は、サーサーアン朝の貴族の家系に連なること強調した。王朝の経済力を支えたのは、在地のイラン系領主、ディフカーンであり、トルコ系遊牧民の軍人奴隷、グラーム、マムルークが軍事力の基盤となっていた。政府には十の行政部局、ディー,ワーンが存在し、 ジャイハーニーやバルアミーラの最小によって行政機構は機能していた。ソグディアナ、フェルガナ、ホラサーンからの税収が国の収入源となり、税収の約半分は軍隊と官僚機構の維持費に充てられていた。サーマン朝の時代にリフカーンの衰退が進み、王朝を打倒したカラハンアサの時代にリフカーンの没落は決定的になる。 戦争捕虜などの形で北方の草原地帯から連行された遊牧民は、タシュケントなどの草原地帯とオアシス地帯の境界に位置する都市の奴隷市場で売買されていた。また、奴隷市場で売買されていたグラームの中には、王朝末期の有力者ファーイクのようなイベリア半島出身者もいた。中央アジアと西アジアの境界であるアムダリアには石所が設置され、 中央アジアから西アジアへのグラームの移動には通行許可証と通行料が要求されていた。系統を立てられた教育を受け、さらに君主への忠誠と軍事力を兼ね備えていた。グラームはサーマン朝の流盛に大いに貢献した。オアシスト主義の文化、経済力とグラームによる国家の発展は、低住民と遊牧民の協調によって生み出された成果とも言える。 独立を企てる地方領主はグラームによって制御されており、グラームの重要性はサーマーン町の命運を左右するほど大きなものとな。グラームの導入によって支配者層と非支配者層の乖離が進み、支配者層、グラームと国家の人口の大部分を占める都市、周辺地域の住民との関係は断絶する。サーマンン朝で行われていた軍人奴隷の養成システムは、 13世紀にエジプトで成立したマムルーク朝の諸制度、オスマン帝国のカプクル、宮帝奴隷制度の起源になったと考えられている。サーマーン朝は、ハナフィー学派の心情を公的な協議としていた。ハナフィー派の神学者、ハーキム・サマルカンディの著書、大衆の書は、イスマー・イール・サーマーニーの公認を受けていた。サマルカンドでは、ハーキム・サマルカンディのほか、 ハナフィー学派から分かれたマートリーディー学派の祖873年以前から944年が生まれている。マートリーディー学派はアシュアリー学派と共にスンナ派の正当神学とみなされるようになる。またザーヒルイブンアフマドアルイコールカッファールラ法学者たちの活動によってサーマン朝統治下のホラーサーン北部とトルキスタンにシャーフィー学派が広まった。 サーマーン朝支配下のトルキスタンの都市には、ゾロアスター教徒の共同体が存在していた。また、マニ教を信仰する人々も生活していた。サーマーン朝では、サマルカンドに住むマニ教徒に対する弾圧が計画されたが、マニ教を信仰するトグズオグズの指導者が自分たちの領地内のムスリムに報復を行うと脅迫したため、弾圧は中止された。 旧世紀末からイスマー・イール・サー・マーニーが行った北方の草原地帯への遠征によって交易路が確立される。また、西方においてもウルガール、ハザールとの間で交易が行われていた。王朝が鋳造した独自の貨幣は交易路を介して南ロシア、バルト海沿岸部や北欧に広まり、それらの地では貨幣が出土している。さらに、 公益に携わる商人を介して、公益路上のチュルク系遊牧民の間に、イスラームが広まった。サーマン町は遊牧民から、馬や肉、比較を輸入し、麺織物、毛織物、絹織物を輸出していた。また、国内の安定化は、農業の発達につながったが、農村に利益は還元されなかった。農村部の利益は、都市部の支配者層や商人のもとに吸い上げられ、 彼らの活動が都市の経済を活性化させた。前述のグラームの輸出がサーマン町の主要産業となっていた。市場で購入された奴隷は5年の間訓練を受け、中でも優秀な人物は君主の側近として登用され、部下と官職を与えられた。彼らはブハラ、サマルカンドといったサーマン町の中心都市からアッパース町中央に至るまで、 西アジア全域に供給され、イスラーム世界の軍事力が、マムルーク中心とな端緒を作った。西アジア世界では、グラームの購入によって、多量のディルハーム銀貨が、東方イスラーム世界に流出したため、鋳造される銀貨の質が低下した。サーマン朝の下では、政党をはじめとする主工業が発達を見せた。サーマン朝を代表する工業製品として、ザンダニージュオリ、 サマルカンド紙が挙げられる。これらの製品は、西方のイスラーム文化と、中央アジア文化の調和によって生まれたとも言える。サーマーン朝は、イスラーム構えのイラン文化の復興を推進し、支配下のオアシス都市では、伝統的なイラン文化と外来のイスラーム文化が、結びついた、イランイスラーム文化が発達した。サーマーン朝で、 民族的な文化復興が進められた理由については諸説あり、サーマーン朝の支配領域が当時のアラビア語イスラーム文化の中心地であるバグダードから遠く離れていた地理的理由、イランの名門貴族の出身であるサーマーン家が創始した王朝の性格などが挙げられている。そしてアラブ文化の影響をあまり受けず、伝統的な民族文化の保持に努めてきたイラン土着のディフ乾燥が サーマーン家による文化復興において協力的な役割を果たした。最初のジャイハーニーとバルアミーに補佐された国王ナスル二世はペルシア文化の保護と奨励に意を注ぎ、王朝の文化的、政治的発展は最盛期を迎える。十一世紀に活躍した学者のサーアリビーは多くの大学者が集うサーマーン朝時代のブハラの様子を知るし、 サーマーアンアサで活躍した知識人は行政に携わる、初期、宗教学者、文学者、詩人の4つの階層で構成されていた。首都ブハラは学問の中心となり、ブハーリー、イブンシーナー、アウィケンナ、アビセンナなどの当時のイスラム世界を代表する、四季人が現れた。サーマン町統治下の中央アジアでは、知識人を養成するための神学校、マドラサが設立され、 国からの補助が与えられたマドラサと、遺憾に属する学派が運営する私立のマドラサが存在していた。サーマーン朝の地下では、アラブ人の征服以来賃貸していたイラン文化が、イスラームと結びついて再興し、アラビア語の語彙が取り入れられたアラビア文字で表記する、近世ペルシア語が発展した。サーマーン朝では、ホラーサーニー様式、サブケホラーサーニーと呼ばれる。 ペルシア語詞の文体が使用され、ルーダキー、ダキーキーらの詩人を輩出した。ダキーキーに触発された詩人、フェルドースイーは、シャーナーアメ、王書の作詞に着手するが、完成の前に、サーマーン朝は滅亡し、完成した、シャーナーアメをガズナーサの宮廷に検定した。他、教訓詩の草分けであるアブーシャクール、最初に十二イマームを称賛した、メルブのキサーイー。 ペルシア文学最初の女性詩人ラービア・クズダーリーらがサーマン朝時代のイランで活躍た。国王や貴族が熱心な詩人の保護者となったために詩人の数は非常に多く、サーマン朝時代は名実ともにペルシア宮廷詩人が最も工遇されていた時代といえる。ペルシア語詩人の活動地域はマーワラ・アンナフルやホラーサーンといったペルシア、東北部に限定され、 ペルシア語での施策とともに、中央アジア各地の方言を用いた施策を試みる、動きも見られ。試作以外の活動の一つとしては、バルアミーによる歴史家、タバリーの著書のペルシア語訳が挙げられる。このペルシア語の復権には、土着の言語に対する愛国的尊厳と政治的意図が複雑に絡み合っていた。一方では、アラビア語による作詞や、 著述活動も続けられており、サーマン朝は二つの言語が併用された状態にあった。文章語としては依然としてアラビア語が多く使われており、後世のイラン、トルキスタンではアラビア語は進学の分野でなおも存続した。また、サーマーン朝では数学、天文学などの自然科学も発達した。サーマン朝末期にはイブンシーナー、 ビールーニーというイスラム科学を代表する二人の学者が誕生した。サーマーン長期のブハラの建造物の多くはイスマーイール・サーマーニーの知性に建てられた。ブハラにあるイスマーイール・サーマーニー病の通称で知られるサーマーン家の病は中央アジア最古のイスラーム建築物と考えられている。また、イスマーイールの地勢には遊牧民の襲来に備えて 中央アジアのオアシスト市を囲んでいた土類の建設と保持が中止された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。